世界体眼デーは、毎年2月4日に、がんへの意識向上と予防、検出、治療への取り組みを促すために定められた記念日である。2000年2月4日に、ワールドサミットアゲンストキャンサーフォーザニューミレニアムが、パリ検証を採択したことを記念し、パリ検証の第10条により、2月4日が、世界体眼デーと定められた。世界100カ国以上の350を超える、 対岸組織からなるコンソーシアムである国際対岸連合が2005年から世界外キャンペーンを開始し2006年からは世界保健機関、国際原子力機関やその他の国際組織等の支援を受けて世界対岸デーの活動の調整等を行っている。世界対岸デーは誤った情報を正し意識を高めスティグマを低減することを目指している。 世界対岸デーにおいては、ん患者への支援を示すため、様々な活動が行われる。一例が、脳皮やセルフィーと呼ばれる、ん治療を受けている患者の勇気を象徴して、物理的にまたはバーチャルに、人々が髪を剃り落とす、世界的な運動である。参加者の画像が、ソーシャルメディアで拡散され、各地でのイベントが行われた。各年にそれぞれ別の問題に焦点を当てた取り組みを、 行っており、2016年から2018年の統一テーマは We can, I can とされている。ありがとうございます。